進捗はどうだ？タークスが動いています。はい、順調順調。プレジデント、どうか計画の見直し、いや中止を。7番街直下のスラムには推計でおよそ5万。リーブ君、せめて避難勧告の許可を。また分別臭い顔で青臭いこと。リーブ君、これも発展の潤滑油だ。腹をくりたまえ。ひどい匂いだ。エアリス。クラウド。早く7番街へ行こう。ああ。頑張るね。当たれ。
ここに住んでるのかな。コルネオが飼ってるのかもな。餌はホヒー。ねえ、コルネオの話信じる？プレート落とすなんてアバランチを潰すどころじゃない。ミッドガルの危機だよ。シンラカンパニーがそんなことする？コルネオはありもしない計画で俺たちを脅したのか。あいつならやりそう。でももし本当だったら。え、万が一ってあるよね。ね、急ごう。何も起こらなかったらそれでよしでしょ。うん。あ、ティファ、やっぱり下水道とつながってる。どうした？水路をたどっていけば7番街につけるはず。ああ、6番街と7番街の下水はつながってるの。迷ったら水路をたどれってね。スラムの心得か。ううん、下水道はアバランチの逃走経路、いざって時のね。入り組んでそうだな。うん、この先に大きな水路があるんだ。まずはそこを目指そう。了解。邪魔だ。覚悟はいいか。この燃えるよ。ここで仕掛ける。悪くない。
言えないスラムのその下水だからね。一気に行くぞ。任せて。切り替えよう。行くぞ。攻撃された。やってやる。ここまで。こちら。この刻む。よかった。平気なふりして行こう。ねえクラウド、コルネオの話が本当だったとして、その場合シンナの狙いは何だと思う？シンナの本当の目的、私たちを潰すためだけなら代償が大きすぎるよね。七番街の破壊と引き換えの利益か。俺には想像がつかない。コルネオの嘘だよ。おそらく発電施設だ。すっごく古そう。魔鋼以前の骨董品だ。いくら神羅製でも動いたら奇跡だな。やったー、いい明るいの、いい。ダメか。あ、合鍵、ジジーたちが作ってた。水の中にお宝？探すぞ。
一気に行くぞ。任せて。仕切り直す。はあ。はあ。燃えるよ。しっ。えっ。やっ。一気に叩き込む。燃え上がって。進むぞ。扉に入ろう。スラムに繋がってるはずなんだ。簡単ではなさそうだ。あの給水ポンプを目印にしない？迷わないようにしないと。落ち着いて乗り切ろう。うん、そうだね。見せろ。お疲れ様。
先に渡って様子を見る。ダメ、最悪の事態考えちゃう。気持ちわかるよ。七番街の破壊なんてタッチの悪い冗談。もし本当でもギリギリで中止になる。そうなる。うん。エアリス、何か知ってるの？ティファ、エアリス、一人ずつ渡ってくれ。了解。先に行くね。うん。どうも。ん、行こう。うん。また最悪の事態？どんな未来でも変えられるよ。私、そう信じてる。そっか。そうだね。楽しいことも考えるの。七番街、守ったら。守れたら、上で買い物、どう？例えば雰囲気のある小物や食器を探すの。ティファと？よければ。絶対行く。クラウドは荷物持ち、いっぱい持たせちゃう。俺がどうかしたか？なんでもない。悪いな。いえいえ。
一気に行くぞ。任せて。うっ、まあいい、行くぞ。燃え上がって、切り崩す。燃えるよ。どけ、仕上げだ。消えろ。はいはい、私に任せて。遅い。燃え上がって。終わったね。一瞬で終わりだ。楽勝。燃えるよ。当てる。そっちを任せる。私の出番。さあ行くよ。遅い。ああ、下がって。届け。頼りにしてる。下がってよ。行くよ。当然の結果だ。できないかな。あ、これ見て。店の貯水槽に同じようなパネルがあったよ。流れる水の量を調節するの。なんでも屋さん、どう？排水、これだな。失敗？故障らしい。赤いランプは排水パイプのつまり。手動ポンプでゴミを押し流してくださいって。私、店でやったことがあるよ。よし、俺がやろ。エアリス、ついてきてくれる？クラウドは他のエラーが出ないか見ていて。いや、俺が。力の差がありすぎるとダメなんだ。すぐ戻るから。店のとはやっぱり違うな。これはもっと本格的。クラウド寂しがってるかも。
うまくいったな。頑張ったよね。うん。ごめん、急いでるの。狙う。行くぞ。燃えるよ。つや、来ないで。えっ、こういう人。そこ。蹴り崩す。じゃあ終わったね。俺が先に行って出口を確保する。クラウド。見逃してはくれないね。私たち美味しくないよ。先に行け。ティファも行け。でもこれ一人じゃ。誰に言ってる。早くね。もう知ってるよな、俺は強いぞ。くっ、クラウド。